はい、皆さんこんにちは。講師の森田隆二です。それではですね、ただいまより不動産鑑定試験2022、夏に開始、バランスよく合格を目指すをですね、開始いたします。どうかよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、ガイダンスということでありますけども、画面を切り替えて、いきますが、私はですね、講師をしておりますですね、経済学会計学を担当しているんですが、森田隆二と言います。よろしくお願いいたします。で、本日のですね、このガイダンスの構成なんですけども、不動産鑑定士という資格がありましてですね、非常に狙い目の資格かなということで、その話をまずさせていただきまして、でそれを踏まえましてね、不動産鑑定士になるにはですね、どうすればいいのかな、その試験制度ですね、そして試験に受かるためのレックの講座ですね、それを簡単にお話しさせていただきまして、そして、私講師ですから、短期合格するためのですね、学習法なんかも、試験の傾向を踏まえてですね、お話しできたらなと、思っております。ではですね、早速なんですけども、エコノミストの視点ということで、私経済学の教員ですから、エコノミストの視点ということでお話しさせていただきますけども、先ほど申し上げましたように、狙い目の資格であるということなんですけども、狙い目かどうかというのはですね、需要と供給を考えればですね、いいんですよということですね。でまずですね、人手がですね、この不動産鑑定士の業界ですね、少ないと、足りてないということでありまして、供給が少ないじゃないかというのがですね、一つのポイントになりますね。足りてないんですよ、ね、ここが非常にポイントなのかなというところですね。でさらにですね、仕事が非常に多いですね。伝統的な仕事というのも後で触れますけどあるんですけども、それを超えてですね、最近増えてきている仕事っていうのもありましてですね、とにかく全体で見るとですね、鑑定士絡みの仕事が多いということで、需要が多いということでですね、鑑定士になれば引く手あまたということでありますから、非常に狙い目なのかなというふうに思いますね。でこの2つがですね、揃ってるってなかなかないんですよ。供給が足りてないと、そして需要がものすごく多いと、この2つが揃ってるってなかなかないんですけども、この2つが揃っちゃってるっていうのが、この不動産鑑定士の業界でありますから、従いまして狙い目の資格だということでありますね。不動産鑑定士というのは非常にですね、レックとしても推してる狙い目の資格でありますよということであります。では三大国家資格、国家試験ということでありまして、3つですね、三大試験というのがあるわけなんですけども、まず司法試験ですね、法律関係の試験の最高峰ということでありますけども、司法試験合格したらですね、多くの方が弁護士になる、司法試験合格しても弁護士にならない方、ね、裁判官になったりということでならない方もいらっしゃいますけども、弁護士 の数というのはですね、約4万人ぐらいというふうに言われてるんですね。で同じく三大国家試験の一つである公認会計試験なんですけども、こちらはですね、約3万人ぐらいかなと。一方で、不動産鑑定試験なんですけども、数がですね、約9000人ぐらいということでですね、単純比較もちろんできませんけどね、全然仕事 の中身が違いますから、単純比較はできませんけども、しかしそうは言ってもちょっと足りてないんじゃないのという状況にあるんですよね。少ないというのはですね、希少性が高いということでありまして、ここを見てもですね、単純比較はもちろんできませんけども、狙い目なのかなというふうに思いますね。でさらにですね、ちょっと付け加えますと、日本はですね、今高齢化に苦しんでるわけなんですよね。少子高齢化が進んで人口減少の時代に入ってということで、今後どうなっちゃうのかということでありますけども、不動産鑑定士業界もですね、高齢化が進んでおりまして、 40% 超が60歳以上の方ということでありまして、だから若くして取ればですね、不動産鑑定士としてですね、活躍するですね、期間も長くなりますし、さらに引く手あまたということになりますので、したがって、非常にそういった意味でもですね、狙い目の資格なのかなというふうに思いますね。
で、じゃあ実際問題、不動産鑑定士のお仕事ですね、お話しさせていただきますけども、あの2本柱になっておりまして、不動産鑑定評価業務というですね、お仕事があるんですね。こちらは公的評価と民間評価、公的機関がですね評価すると、それに携わるという公的評価と、民間からお仕事をもらってですね、不動産の値段を、計算するというね、民間評価、この2つから成り立っている、これが不動産鑑定評価業務なんですね。で、具体的にですね、言葉を明らかにしていきますと、不動産鑑定評価というのはですね、不動産の価格を求める、計算するということなんですけども、理論に基づいて計算するんですよと。そしてここも大切ですね、公平中立の立場、ね、偏ってない、公平中立の立場から理論的に計算するんですよと。これが不動産鑑定評価業務なんですよね。で、そもそも不動産というのは土地とか建物を指しますけども、不動産の値段を計算するということなんですけども、理論に基づいておりますよと。そして偏ってない、公平中立の立場だと。そんなところがポイントになるのかなというふうに思いますけども、不動産鑑定士のですねお仕事の、中核ないしは日本柱の一つ、これが鑑定評価業務になるということでありますね。で、こちらはですね独占業務なんですね。ですから希少価値が非常に高いということで、供給がまあ少ないということですね。だから例えばですね、まあ、例えば難しい資格の一つに税理士というね、資格がありますけども、税理士はですね公認会計試験合格して、まあ、公認会計士だったらですね、あの登録すれば税理士の仕事ができちゃうっていうことですよね。ですから税理士試験に受かってなくても公認会計士もですね仕事できちゃうということでありますから、まあ、もちろん税理士試験というのは独占資格ということなんですけども、他の資格、公認会計試験合格し、公認会計士の方々も参入してすることが可能だという資格なんですよね、税理士なんかね。で、それに対して不動産鑑定士という資格はですね、公認会計士も不動産鑑定評価できません、ね、弁護士もですね不動産鑑定評価できないということであって、まさにこの文字通りですね、本質的にもですね独占業務であるということでありまして、だから供給が少ないということですね。だから参入障壁高いですよ、ね、受からないといけないと、ね、他の資格受かってる人参入できませんと、まずは受かってからにしてくださいということで、まあ、供給が圧倒的に少ないということがですね、まあ、非常にポイントなのかなというふうに思いますね。で、まあ、ただね難しいっていうね、そういった、まあ、ちょっと嫌だなっていうところもあるんですけども、だけど冷静に考えていただきたいのはね、簡単な資格っていうのはあんまり取ってもここだけの話意味ないですよ。だってみんな受かっちゃうんだから、ね、8割の方が受かっちゃう資格なんかはですね希少価値高くないですよ、ね、逆に不動産鑑定試験っていうのは難しいですよ、やっぱりね、後ほど申し上げますけど2500時間の勉強時間が、まあ、最低でも必要じゃないかと、まあ、もちろん個人差ありますけども、まあ、2500ぐらいは大体行くんじゃないのというふうに言われてるのが不動産鑑定試験なんですよね。ですから50時間で受かるようなそういった検定試験とはわけが違うということでありますけども、しかしながらだからこそ希少価値っていうのがあるわけですね。簡単には合格できないからこそですね希少価値っていうのがありますよ。そして独占業務ですよ、ね、そこをまあしっかりとね、押さえていただくといいのかなというふうに思いますね。希少価値が高いということですね。で、もう一つの柱がですねコンサルティング業務でありましてですね、不動産の最高峰の資格になるわけですから、不動産絡みのコンサルティングを行いますよと。で、コンサルティング自体はね独占業務じゃありませんよ、ね、だけどもやっぱり不動産というね、ことで考えると、やっぱり不動産鑑定士っていうのは最高峰の資格になりますから、やっぱり不動産絡みのコンサルティングっていうのは18分になるわけですよね。ですからやっぱりコンサルティング業務もですね一つの柱になってくるということでありまして、クライアントの方にですねソリューション提供する業務、これも一つの柱になりうるのかなということでありますね。日本柱ですよね。で、鑑定評価業務1ということで、公的評価民間評価ということで2つから成り立っておりますから、まず公的評価のお話をさせていただきますけども、公的評価っていうのは依頼主がですね国とか都道府県になりますね。で、仕事の場面なんですけども、公示地価相続税路線価ということでありましてね、公示地価相続税路線価、公の機関がですね土地の値段をですね、示すっていうね、
制度があるんですよね。でその制度に基づいた土地の値段のことを、まあ、例えば公示地価であったり、あるいは、まあ、相続税路線化ということであるわけなんですけども、まあ、公示地価っていうのはね、まあ、国交省ですね、がですね、示すそういった土地の値段と、で相続税路線化っていうのも出ておりますけども、相続税路線化は国税庁がね、出していくですね、土地の値段ということでありましてね、まあ、仕事の場面っていうのはですね、まあ、結構あるんだと。でこれ毎年ありますからね。ですからそこはまあ非常に大きなところなんですよね。だから毎年このね、景気が良くても悪くても、ね、だから民間からのお仕事を受けるっていうのであれば、景気が悪い時仕事減っちゃうわけですよ。だけど公的評価っていうのは毎年1回、例えば工事地価を、ね、計算して示すわけですよ、ね、相続税路線価計算して示すわけですよ。だから毎年1回必ず行われますんでね、まあ、従いまして、あの景気のブレがないということで、まあ、そこが非常にいいところなんじゃないですかということですね。でそれからまあ裁判所の競売の際にもこの、鑑定評価必要ですし、それから公共用地の取得の際ですね、だから国とか都道府県がですね、土地を買うぞという時にですね、不動産鑑定士にですね計算してもらって、金額を計算してもらってっていう、でそれで取得金額を決めたりだとかですね、するわけですよね。公共用地用地の取得の際にもですね、鑑定評価必要ですよということで、やっぱり公的機関が依頼主ですから、毎年安定した需要があると、ここがポイントになるのかなということでありますね。だからやっぱり最近ですと100年に一度級のですね、その100年に一度のですね、ショックっていうのは結構加わりますよね。例えば2008年の秋にリーマンショックがあったと、100年に一度のショックというふうに言われますよね。でそれからまあ東日本大震災があったりだとか、それからまあ最近で言うとコロナショックですよね。コロナ感染症が流行してということでありまして、まあ、従いましてですね、いろんなショックがですね結構短い周期で起きるということで、景気に対してドーンと悪影響が生じちゃうっていうね、そういった出来事っていうのは結構頻繁に起きるわけですよね。ですからその度ごとにですね、まあ、収入がブレるってことが起こりうるわけなんですけども、しかし、依頼主が国とか、都道府県ですからね、まあ、したがってあまりですねその景気に左右されないということでありましてね、こっちのタイプの仕事はね、だからそこが非常にね強みなのかなというふうに思いますね。でまあ、地下工事ですね、ちょっと、簡単にお話しさせていただきますと、地下工事法というのがありまして、 国交省ですね、国土交通省、国交省の土地鑑定委員会というのがあるんですけども、まあ、そこがですね示しますよと。で実際計算するのはですね鑑定士ということなんですけどね、毎年1月1日時点の2万6000の標準値の客観的に妥当な価格、正常価格というふうに言いますけども、正常価格を公示するんだと、その制度をですね、地下公示っていうふうに言って、まあ、地下公示法というですね法律に基づいているということになりますね。でまあ、こちらはですね土地を取引する際の重要な指標になっておりましてですね、例えば、まあ、具体的なお話を申し上げますと、2022年の地価最高額ですね、銀座4丁目の山の楽器銀座本店でありまして、これも毎年ですね過去最高、毎年ですね、ここが1位になっておりますけども、商業地でね、1平米あたりですね5300万円ということでありまして、山の楽器ここ高いですよということですね。で、まあ、過去最高ですね、過去最高だったのはコロナ前のですね2020年ということでありましてですね、1平米あたり5770万円ということでありました。で不動産鑑定評価業務丸2ということでありまして、民間評価ということですね、依頼主が個人企業ということでありまして、仕事の場面といたしましては不動産の売買、ね、不動産売ったり買ったりと、その時にこの不動産いくらかなと、ね、担保を取る時にこの不動産いくらかなと、ね、貸す時にこの人この不動産いくらかなというのをやっぱり知っておくといいですよね。ですから場面といたしましては、こんなね不動産売買担保賃貸の時、あるいは不動産の相続の時ですね、
ね、相続する、じゃあこれこの不動産一体いくらなのと、ね、これやっぱり調べておく必要ありますよね。あるいはこの M&A ですね、合併と買収ですね、合併とか買収する際にですね、相手の企業のですね不動産いくらなのかなと、相手の不動産、相手の企業のですね、保有している不動産いくらなのかなっていうのをやっぱり知っておく必要ありますから、やっぱり不動産鑑定評価っていうのが、まあ、こういった場面でもですね、なされると。あるいは不動産の証券化ですね、Jリートっていうのがありましてね、不動産投資信託というふうに言いますけれども、その J リートという金融商品は自由に売買されるわけなんですけれども、J リートはですね、その鑑定評価書っていうのがね、必ず必要になりますんで、だから必ずですね、J リートのですね、対象となっている不動産のですね、鑑定評価書っていうのが、ちゃんと作らなければいけませんから、そういったところでも鑑定士さんが求められているということでですね、従いまして、証券化なんかもこれ増えてると。だからこの辺が非常に増えてるってことですよね。だから公的評価も一定程度ありますけども、最近はこの辺がものすごく増えてますんでね、だから非常に需要が多いっていうことですね。でそれからもう一つの柱がコンサルティング業務になりますけども、やっぱり不動産の最高峰の資格になりますんで、不動産の有効活用の提案っていうのもやっぱり鑑定士ならではということでありましょうね。それから例えばマンションの建て替えの際のコンサルティングであったり、市街地再開発事業等にかかるですね、不動産の権利調整ですね、やっぱり権利調整、権利が複雑に入り組みますとですね、やっぱり間に、ね、入る必要がある。で不動産の熟知している方がですね、やっぱり間に入って調整ということが必要でしょうから、こういった場面でもね、不動産鑑定士が求められるでしょうし、それから最近だとこちらですね、 CRE 戦略ですね、企業所有不動産の有効活用の提案ですね。やっぱり鑑定士っていうのは不動産を熟知しておりますからね、こういった提案はやっぱり鑑定士しかできないんじゃないでしょうかと。でそれからプロパティマネジメントの業務関連のコンサルティング、不動産管理業務ですね、関連のコンサルティング業務と、多数あると、ね、コンサルティングの幅も非常に、広いと、需要がいっぱいありますよということであります。CRE 戦略について、ちょっと一つ例を申し上げておきますと、今私が収録しているですねところは東京の中野になるわけなんですけども、中野のね、私が今収録しているスタジオのすぐそばにですね、キリンホールディングスの本社がありましてですね、17社がですね中野に結集してるんですよね。キリンホールディングスの中核の企業はもちろんキリンビールだとかキリンビバレッジだとかいろいろあるわけなんですけども、ワインのメルシャンだとかね、あるいは小祝乳業ですね、小祝っていうのはもともと小野さんと岩崎さんとそれから井上さんの頭文字取って小祝ということでありましてですね、で岩崎家がね三菱財閥ですから、だから小祝乳業も三菱財閥なんですけども、そういったキリンホールディングス17社がですね中野にこう結集してですね、本社がね中野にね、こう出来上がったということですね。キリンってもともとさっき岩崎三菱財閥ということ申し上げましたけど、三菱財閥ですからね、丸の内とかその辺にいらしたんでしょうけども、中野に結集したと。でやっぱりメリットありましてですね、非常に最新のビルということでありますから、防災とか安全性の面でも優れておりますし、日本は地震大国ですからね、やっぱり防災安全性これは重要ですし、それから、結集するということですから、やっぱり仕事が効率化しますよね。人材もですね、非常にですね、流れが良くなりますよね。ばらついてたらですね、なかなかコミュニケーション取れないしということでありましてね、コミュニケーションが円滑化する、仕事も効率化していくじゃないかと。そして、やっぱりこの一箇所に集まることによって、今までバラバラにあった時よりもですね、重複するコストをですね、カットできるということでありましょうから、したがってメリットが大きいよということかと思いますね。で、そういった提案ですね、企業の所有する不動産 CRE ですね、の戦略の提案なんかをやっぱり鑑定士は不動産熟知しているということでできるんじゃないでしょうかということですね。
で不動産鑑定評価業務のですねフローということでありまして、まあ、不動産鑑定士のお仕事の中核、これが鑑定評価業務ですから、まずフローをですね簡単にお話しさせていただきますと、依頼の受付ですね、この不動産いくらなのっていう依頼の受付、これが一つ目で、それを受けましてですね、現地調査ですね、実際ものを見ると、そして資料を集めると、でそれを踏まえましてですね鑑定評価書を作成するっていうことですね、金額を計算するわけですよ。そしてお客様に鑑定評価書を交付するということになるわけですよね。ですかね。だから不動産鑑定士っていうのは、あの現地調査っていうのがありますから、そのフィールドワークっていうのが付きまとうわけですよね。でだけどフィールドワークだけじゃなくてですね、計算するわけですから、デスクワークもあるっていうことで、だからずっとですね、まあ机にね、座って仕事するの嫌だなっていう方は、まあ、鑑定士っていう仕事はですねフィールドワークありますから、現地調査ありますんでね、まあ、そういった意味では、まあ、非常にね、いい仕事なのかなということであります。で合格後の道なんですけど、独立開業ですね、独立しちゃうぞってもちろんあるわけですね、私業ですからね。でできるんですよね、なぜならば公的評価がありますから、毎年一定の安定した収入が見込めるから独立できるじゃないですかと。それからやっぱりコンサルティングできますから、そこが強いですよね。やっぱり不動産のことだったら鑑定士っていうことでね、コンサルティングできちゃうと。そしてやっぱり差別化もできますよね。だからこの辺ね、最近はいろんな資格を組み合わせてコンサルをやる方多いですね。だから最近レックの受講生の方、合格者で増えてるのは、やっぱり弁護士で鑑定士も取りますだとか、合格しました、ね、公認会計士なんだけどもう一つ資格が欲しい、鑑定士目指しました、合格しましたよみたいなね、そういった方増えております今ね。なのでやっぱりそれによって差別化できますよね。鑑定士も一つの柱ですけども、会計士だとか弁護士っていうことでね、またそれによって差別化できるわけですよね。まあ、あるいは英語が得意だったら英語を使って差別化とか、いろいろあろうかと思いますけれども、そういう差別化によってコンサルティングが また一つのね柱として確立されるのかなと。でそれからまあ共同経営によってですね独立開業して成功するというパターンもありますよね。弁護士の資格これから取るの大変だということで、弁護士と組んでですねワンストップのサービスを提供するというね形で独立開業ということもあり得るのかなというふうに思いますね。で、独立開業するということとですね、企業内鑑定士というですね生き方もですねあるんですね。でこちらもやっぱり一つのですねポイントになっておりましてですね、不動産鑑定事務所ですね、こちらがですねまず一つ目に来るわけなんですけども、まあ、要は、鑑定評価をするね、そういった事務所、これを不動産鑑定、事務所ということなんですけども、そこに就職してですねそこで、仕事をするっていうのが、まあ、一つあるんじゃないですかと、ね、でそれから信託銀行ですね。信託銀行っていうのはもちろん銀行ですからね、お金を預かってっていうこともしますけども、信託銀行っていうのは不動産をお預かりしてですねそれを使って収益を出してだとか、不動産を使ったりするところがありますんで、まあ、したがって鑑定部門も、不動産の鑑定部門もあったりだとか、不動産絡みの部署も多かったりっていうことで、信託銀行なんかも転職先として考えられますしっていうことになりますね。でそれから不動産会社、建設会社、鉄道会社、まあ、この辺ですね、まちづくりに関係しているような会社ですね。それから観光庁もまちづくりに、関わってますね。こういったところなんかはもう本当に鑑定士さんがですね活躍するですね場であるわけですよね。であるいは金融機関ですね、お金を貸しますよということで、貸す際にじゃあ担保だということで、じゃあその不動産いくらだということを計算しなければいけませんから、やっぱり鑑定士さん必要ですしということになりますよね。なので活躍の場面というのは独立しても可能でしょうと。だけど企業内鑑定士としてもですね活躍する場面はいっぱいあるんだというところを認識していただくとよろしいのかなと思いますね。では、短期合格するための学習法ですね。ちょっと制度についてね、試験の制度についてお話しする前に、まずちょっと学習法から先にお話しさせていただきますね。でバランスよくですね学習するということがですね大切なのかなと。制度についてちょっとこれからねパンフレットを使ってお話しさせていただきますけども、ですね、バランスっていうのがとても大切になってくるわけですよ。
不動産鑑定試験というのはこれからのお話しさせていただきますけど、単等式試験と論文式試験というのがありまして、単等式試験は鑑定、理論とそれから行政法規という科目があって、で論文式試験の方は教養と、教養科目と鑑定理論があるわけですね。で教養の方は民法、経済、会計、そして鑑定理論は理論と演習というね、ところから成り立っておりましてですね、まあとにかくですね、学ぶ範囲が多いんですよ。ここがね、一つの鑑定士試験のポイントなんですよね。学ぶ範囲が多いね。例えば先ほど出しましたですね、司法試験だったら憲法を頂点にですね、法律というですね、枠の中での試験になってくるわけですよね。あるいは会計士、公認会計試験だったらやっぱり会計が軸になるわけですよね。もちろんその租税法だとか経済学だとか、ね、選択によってはあの、経営学だとかということで、まあ、ちょっとそのね、会計、純粋に会計以外にもね、ちょっと、まあ少し離れたところのですね、学問もやらなければいけないということかと思いますけども、やっぱり会計が軸じゃないですか。だけど不動産鑑定試験というのは、まあ、鑑定理論という科目はまさに不動産鑑定評価のですね、に関する理論ですから、そこはいいとしましてですね、教養3科目っていうのがあるんですよ。その教養3科目は民法、経済、会計ですよ。全くバラバラですよ、民法、経済、会計ってね。なのでそういった意味ではね、非常にまあ特色のあるですね、まあ、試験なのかなということですね。だから全く毛色が違うですね、科目を勉強するということでありますので、きちんとですね、体系立てて勉強しなければいけない、バランスよく勉強しなければいけない、計画的に勉強しなければいけないということを特にですね、強く抑えていただければと思いますね。で得意科目を伸ばすよりもですね、苦手科目をなくすというスタンスがとても大切かなと。でなんでですかっていうと、これなんです。で難しすぎる問題が出題されることが結構ありますよということですね。ちょっと具体例ね、私経済学の教員ですから経済学についてお話しさせていただきますけど、2018年に経済成長というテーマから出題されたんですけども、具体的に言うと内政的成長理論ですね。ポール・ローマーという方の理論なんですね。でポール・ローマーという方はですね、2018年にノーベル賞を取ったんですよ、ね、でその2018年にノーベル賞を取る前にですね、夏にこの試験で内政的成長理論が問われたということ でその年、ね、そのちょろっと後にね、ノーベル賞ということで、ね、あれだったんですけども、でノーベル賞の理論が、ね、出ちゃうんですよ。で内政的成長理論難しいですよ、ね。経済学部の学生でもやっぱり、1年とか2年だったらなかなかちょっと知りませんっていう、ね、感じだと思いますよ。なので相当難しいところから2018年は出ちゃったということね。だから内政的成長理論が出た時はですね、経済学で、ね、点を稼ごうっていうふうに思ってた方、稼げなかったです。もうほとんど差つきませんよ、できる方とできない方ね。もっと言えば、ね、今年記念受験ですっていう方とですね、今年本気受験ですっていう方の点数に差ほとんどつきません、ね、難しすぎるから、ね、だから私何が言いたいのかっていうと、ね、この科目で点数稼ごうというふうに思ってても、内政的成長理論みたいな難しい問題が出ちゃったらみんなできないんですよ。みんな0点に近いんですよ、ね。まあ、なんだかんだ言ってもう点数をこう上乗せしていきますよ、下駄履かせてね。おおむね6割って言ってるわけですから、ね、ごめんなさい、おおむね6割なんですよ、合格ラインがね。なのでちょっと後で触れますけど、なのでなんだかんだ言って6割にするようにするわけなんですけども、だけどやたら難しい問題が出た時は本当稼げませんからね。なので何かで自分は稼ぐと、これは得意だというの風な発想は持たない方がいいかなと、ね、だからこれがね、100年に一度しかありませんってんだったら、ね、出ちゃったね、あはで済むかもしれませんけど、結構あるんですよ。今年難しかったねっていうのは結構あるんですよ。だからこの科目で稼ごうっていうのは あまり良くないと、こういうふうに思っていただければと思いますね。で会計でもあるんですね。2013年に事業分離という、ね、テーマから出題されたということで、事業分離というのは公認会計士だったらね、もちろん必要な知識考え方でありますけども、事業分離知らないというんだったら公認会計士としてはちょっとまずいということでありますけど、不動産鑑定試験においては会計学というのは一般教養の一つですからね、まあ、事業分離なかなか厳しいんじゃないのということでありましてね、だから多くの方は事業分離できなかったですよ。だから稼ごう
っていうふうに思ってても難しい問題出ちゃったら稼げませんので、だからバランスよく勉強しといてっていうことが必要になると。だから得意科目を作るというよりも苦手科目をなくすっていうねことを心がける、そういった方が短期合格していくということでありましてね、そういったところを認識していただくといいのかなというふうに思いますね。で、予備校選びのポイント申し上げておきますけども、 YouTube で収録講義をチェックしていただくといいかなと、そして教材チェックしていただくといいかなと、分かりにくいんだったら合わないかもということですね。やっぱりね、講師が合う合わないってあるじゃないですか、ね、お前の顔見たくないですよというふうにもう今私が喋ってる時点で思ったならば、もうあのレックはもうあのやめた方がいいと思いますよ。経済学で私が出てきちゃいますからね。なのでその合う合わないってありますから、ね、レックの講義、ね、私が経済学収録したものが YouTube に動画上がっております。会計学だったら会計の先生がやっております。鑑定理論だったら鑑定理論の先生やっております。収録講師はの講義すべてね、レックでは1回目2回目、1回目の授業かな、2回目は見れないかな、1回目の授業は少なくとも見られますんで、まあ、したがってそれぜひ見ていただければと思いますね。でこれ合わんと、ね、タコさんの方がいいって言うんだったらそれはもうあのレックをやめた方がいいですよ、ね、なのでぜひそのね、お金、大切なお金を払っていただく前にですね、 YouTube の動画をチェックしていただくと、そして教材のチェックですね、レックには校舎がありましてね、まあ、で校舎でちょっとね教材見せてもらうことできますから、教材のチェックだとかそういうのしていただければと思いますね。であとこれですね、的中の有無をチェックするということですね。やっぱ当たるか当たらないかっていうのは大違いなんですよね。当たるか当たらないかっていうのは大違いですから、当たってんのかと、で私は結構当ててる自信はあります、ね、パンフレットこれから使っていきますけど、パンフレットにも書いております、ね、当たってんのかどうか、こういうのもぜひ調べていただければと思いますね。ですかね。では、これからはですね、パンフレットをちょっと使ってですねお話しさせていただきますね。不動産鑑定士のパンフレットなんですね、レックでは2021年度は35名の合格者を、輩出させていただきました、ね、ちなみに1992年に、不動産鑑定士の講座を立ち上げましてですね、レックはもっと歴史があるんですけども、92年に、この講座を立ち上げましてですね、まあ、そこからは30年経っておりますよということですね。でまあ、論文1位合格者、それから最年少合格者は実はレックから出しておりますと。で一発合格者ですね、1回しか受けなかったけど受かりましたっていう方は10名輩出させていただいておりますということで、レック頑張っておりますよということが載っておりますけども、でもしねパンフレットをですね見る機会があればぜひ見ていただきたいんですけど、的中実績ですね、こんだけ当たってるよっていうのがあるんですけども、ぜひ見ていただければと思いますね。ウェブかなんかでですねレックのホームページ行っていただければどっかで見れるかと思いますのでね、あるいはどっかお近くの校舎行っていただいてもいいかなというふうに思いますね。この辺はさっきお話しさせていただいたところなんですけども、じゃあ試験の概要ですね、これちょっとお話しさせていただきますけど、まあ、先ほどちらっと申し上げましたけど単答と論文から成り立っていると、単答と論文から成り立っているわけなんですけども、まず単答の方はですね5月のですね中旬ですね、日曜日に1日でやりますよと、行政法規と、鑑定理論ですよということですね、科目はね。で担当というのはマークシートですね。でこちらはね大体合格率がですね 36.3%、 約3人に1人の方がですね受かっておりますよということですね。で一方で論文の方はどうかというと、論文は夏ですね、7月の末ないしは8月の頭ということで、土日月まで使いますと、3日使いますんでね、お仕事やられてる方はもう月曜日はちょっとねお休みしていただくことになりますね。で科目はですね先ほど申し上げましたけども、教養3科目プラス鑑定理論、ね、教養3科目民法経済会計ですね。で担当の時にあった行政法規はありません、担当だけです。で鑑定理論というのは理論と演習から成り立っておりますよという話ですね。で合格率はですね 16.7% ということでですね、注目するべきところはですね合格率が上がってきております。だから合格しやすくなってるっていうところがポイントでありましてね、一時は本当に合格しづらかったんですよ。
本当に力のある方もですね、合格不合格でしたっていうね残念な報告を私いただいたりもして、私も本当に悲しい思いをしてきたんですけども、ここ数年ですね合格率が上がってきておりますんで、そこは非常にですねポイントなのかなと。で晴れて合格した後にすぐ鑑定士を名乗れませんでね、この実務修習っていうのを受けなければいけなくて1年コース2年コースあるわけなんですけども、それを経て合格した後に不動産鑑定士として登録できるっていうことですね。でそれから担当論文ということなんですけども、担当1回受かればですね、翌年翌々年つまり3回分の論文式試験は担当は免除されるということになりますんで、まあ、そこもポイントかなと。だから1回担当受かればね、1回担当受かれば論文3回ね受けられますということであります。で、まあ、科目のね特徴なんか載っておりましてですね、でここもちょっとピックアップさせていただきますけども、レックではですねこの宅建士をねお持ちの方、ないしは宅建試験受かったすぐあと鑑定士を目指す方が結構多くてですね、宅建士持ってるよっていう方は 58% なんですよね、合格者の中で、ね、でこれにはやっぱり理由がありましてですね、有利なんですよ。宅建士試験でですね、権利関係、宅建業法、法令上の宣言、それからその他というのがありますけれども、権利関係は民法で使います。宅建業法、それから法令上の制限は行政法規で使います。そしてその他の中の不動産鑑定評価基準は鑑定理論で使いますということで、まあ、残念ながら私が関係してるね経済学と会計学は使えませんってことなんですけども、だけどそれ以外は使えるんですよ。なので、これはですね、宅建をお持ちの方はぜひチャレンジしていただきたいかなと、宅建をですね使ってですね、宅建の知識を使ってですねぜひですねこっちの領域でも活躍していただきたいなというふうに思いますね。でなんと 60% がね宅建の知識で得点できますということでありましてね、これはもう本当に、チャレンジしていただきたいなというところであります。でそれを受かるためのですねレックは教材をですね提供させていただいておりますけども、初学者の方は大きく分けて3つですね、時間がない方、まあ大体ちょっと450から500ぐらいしかちょっと時間ないよと言われる方はですね、ごめんなさいこれどっかにちょっと あるかな、ですね、ちょっと、書いてませんので、見当たりませんのでちょっと簡単に申し上げますけども、先ほどもちょっと言わせていただいたところなんですけどね、合計でだいたい2500時間ですね勉強時間が必要かなというふうに思いますけど、さらに細分化しますとですね、担当がだいたい500時間、そして論文が2000時間というふうに言われておりますよね。でさらにざっくりとまた論文の方を分けますとですね、やっぱり鑑定理論の方に1000時間ぐらいかけて、残り1000時間が教養3科目ってことですね。で教養3科目はだから1000時間ぐらい使うということなんですけど、それはやっぱり個人差ありますね。経済学部出身だったら経済学にかける時間減るでしょうし、法学部出身者だったら民法にかける時間減るでしょうから、あるいは商学部経営学部で、会計やってました、簿記持ってますって方だったら会計学の時間が減るでしょうから、まあ、したがって自分のですね歩んできた道によってですね、かなり教養3科目の勉強時間はブレるでしょうけども、やっぱり鑑定理論の1000時間ないしは担当の500時間っていうのは、まあ、ある程度、必要なのかなというふうに思いますね。ですから勉強というのはね量と質が大切であるかなというふうに思うんですけども、やっぱり量の確保、まあ、やっぱどんなに短くても1000時間って方はなかなか聞いたことありませんね。だからやっぱり法律やってた経済やってたっていう方で、まあ、1000、700、800時間っていう短い方もいらっしゃいますけども、まあ、やっぱり、まあ、2000時間2500時間が妥当なところかなというふうに思いますね。でそれを踏まえましてということでありまして、ちょっと時間があんまりないんだと、だけど頑張りたいんだという方はですね、初学者の方であれば担当合格コース、まず担当を目指しましょうよと、で比較的勉強時間ありますよと、だけどがっつりは取れないという方は担当と論文の基礎だけやっちゃいますと、いやいやもう一発合格でしょうと、俺頑張るよと、時間も確保できるという方はですね、まあ、学生さんに多いんですけども、担当論文フルコースを取っていただきたいかなというふうに思いますね。
で担当だけやりました、次は論文ですということは論文合格コースですし、それから一旦一回やったことがあって担当をまあ受かってますという方はまあこういうねまたコースがありますということでありますね。でまあ、あとは細かい話かなっていうふうに思いますけども、講座の流れなんかもですね、書いておりましてですね、まあ、ウェブでですねレックのホームページなんかでもこのパンフレット、見ることができるかと思いますし、近くのね校舎なんかでも、見ることができるかと思いますので、ぜひね、興味が あればですね、見ていただければと思いますね。まあ、不動産鑑定士っていうのはですね、まあ、私の方から今回お話しさせていただいた中身といたしましてはね、やっぱり狙い目の資格だということですね。そして合格率が上がってきておりますから、やっぱり狙い目ですよ。だけどもやっぱり難しい資格です。そこも逆に狙い目なんですよ、ね、誰でも受かる資格、ね、希少価値ありませんよ、悪いけど、ここだけの話だけど、難しい資格だからこそやっぱ希少価値っていうのは出てくるんで、ね、やっぱり合格率は上がってきた、だから前より受かりやすい、だけど、ね、難しい、だから難しいから逆に狙い目だと思っていただければと思いますね。はい、それでは皆さんが不動産鑑定士を勉強するということで、もし仮にレックを、ね、選んで、いただけるのであればね、共に頑張っていきたいと思ってますんで、ぜひね、今後いろいろ進路の方を考えていただいて、選んでいただければと思いますね。はい、それではですね、本日のガイダンスですね、以上といたします。どうも皆さんお疲れ様でした。